サンデー漫画クラブのアフタートークです。たった今ですね、こう作品が並んでますけれども、美咲さん卒業会、メンバーから美咲さんに漫画をおすすめという回を終えたところで、そのアフタートークということになります。今ここに並んでるね、この作品をおすすめいたしました。僕から昔こっぷりと、あとボケビーよりね、で、林さんから佐藤ことなだのとりわけ4巻で、多田さんから青い春と水の中の月ということでございますね。はい、はい、うん、なんかあれですね、同じ人に勧めるでもなんかどこを切り取ったか全然違うのが面白いですね。そうだね、うん、そうだね。な、前回さ林さんにお勧めしたじゃん、はいはいはい、バッドバイブスの話を励ますみたいな。だからなんかこう割と似るようなところもあるのかとかさ、うん、なんかこうほらこれから旅立つ人へみたいなさ、うん、だなんかその辺は難しいよね、どうしたらいいの。そうですね、そうですね。今回はみんな選ぶテーマが個別で違ったって感じでしたね。そうですね、そうね、うん、そういう意味では なんですか、進める人をどう認識してるかとか、うん、アンドセンスも問われるから、ね、本当だよね。で漫画としてやっぱ面白くなきゃいけないじゃないですか、ね、うん、そうですね、まあ、まずそれがありますからね。そこはすげえ難しいよな。なんか俺だからちょっと思ったのはさ、旅立ちみたいなテーマの漫画あるのかみたいな、で全然思い浮かばないんだよね。俺も思い浮かばなかった。旅ってなんかあるかなみたいなね。逆で旅やなみたいなで、旅の終わりぐらいなんかイメージでこれ選びました。そういうことね、どっちを切り取るかみたいな感じ。なんか図書館だと結構テーマに沿って本を集めなきゃいけない時があって、うん、それは利用者さんから聞かれたりとか、うん、例えば明日、うん、6年生の子たちに読み聞かせをするので、うん、別れてもみんな友達だよみたいな絵本で、うん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 、15分で読むのをお願いしますみたいな。だいぶ絞ってきたな。だいぶ絞ってフル回転で行くんですけど、そういう時は。そうですよね。だから逆に言えばそういうコンシェルジュ的な仕事のプロフェッショナルな人なわけじゃないですか、うん、ある意味美咲さんは、うん、まあ、そういうお仕事もされてたものがあるわけで、うん、その人に勧めるって言ってもだいぶ階段が 2,3 段上がってるっていう。いやでもやっぱりそういう時って広報を知らないとなかなか出にくいんですけど、うん、自分の読んできたものってすごく今世に出てる膨大な漫画の数から比べると圧倒的にやっぱり読んでるとはとても言えないと思うくらいの数になるので、あの今回にしてみても、あの新鮮に触れられるのはとてもありがたいです、そして今はちょっとまだ電子になってまた環境変わってきたと思うんですけど、やっぱり今出てる新しいもの以外のものに触れられる、うんうん、年代が例えば5年前10年前20年前みたいなので、うん、出会うの難しかったりするじゃないですか、ね、どんどん出会いにくくなってくるので、まあ、そうよね、うん、はい、そういう意味でも最新の今2023年という近い時から、うん、あの前までっていう作品に出会えるのはやっぱり進めてもらうってすごいいい機会だなって思います。まあ、そうですね、いかに俺が新しいの知らないかって言われてそれもまあね、そうだよね。掘り起こしという観点においては、逆にだから大事ですよ。なかなか簡単にこういうのは出てこないから、はい、そう思います、うん、それはいいんじゃないっていう気はする。出てね、だからそれこそさ、あの前になんか自己紹介もう一回やる回とかでなんか俺言ったけど、うんうん、ミクシーとかに自分が好きな漫画とかを書いてたんでね、やっぱもう一回見直したりしたもんね、うん、あのそういうところになんかないかとかさ、うん、全然ダメだったけど、ね、なんか本当難しい。ちなみに自分だったらどうですか、何をおすすめするんですか、質問返しが来たよ、質問返し。旅立つ人にみたいなんですか。そうね、だなんかこうやっぱエールっぽくなっちゃうじゃない、頑張ってねとかさ、 あるいは自分と同じような境界の人、例えばちょっと中年の女性が新しい環境で何かをするとかさ、うん、そういうのあんのかみたいなさ、結構難しいからな。そうですね、何にするかな、なんか好きかどうか、うん、相手が好きかどうか分かんないってちょっと重いですよね、うん、難しかったんですよ僕たちは。そうですよね、顔が見えないっていうのあるかもしれないですね。どうするかな。あとはもうただ他はどう思うかわからないけども、うん、自分は好きですっていう作品を、ね、クソデカ感情が押すかな。そうだね、まあ、あとはサンデー漫画クラブでこれまで取り上げたものもあったりするからね、うん、そうですね、うん、
そういうとこもちょっとあったりはするけど、まあ、そうですね、まあ、今回はやっぱ美咲さんとまあ100回もねやってるからやっぱりそれを見てみんな選挙してますよね、このコースならどうじゃないかって、ね、明らかにね、通るかどうかわかんないですけど、ストライク受け止めましたよ。あ、今野球用語出ましたよ。ストライクぐらいでレベルの低い野球。うん、どうですか、それで何か思いつくんですか。でもあのおすすめというか自分の中のフェイバリットの漫画としてあるのが、はいはい、あのツンドラブルーアイスという庵野もよこさんの短編集が、全然知らない。いや間違いないでしょ。なんかもう全然予想がつかなかったんですけど、はい、庵野もよこさんとかなんですね。はい。なんかそれはもちろん世代として読んでますし、ういう、はい、という。ただ庵野さんの中ではあの新聞で連載されてたおちびさんっていうのを、ああいうのに近いなんていうかほのぼので温かくみたいな感じの、あの働きマンみたいながっちり行くっていう庵野さんとはまた違う方向性、女性漫画みたいな感じではなくて、はい、方向性のものがそのツントラブルアイスっていう、そうなんだ、だったら分かるわ、おちびさんとか言われたらそれは知ってるから、うん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 、あ、なるほどってなった、スケート、はい、ね、はい、で一冊にまとまってるんですけれども、寒いところに住む2人のあの子供がその中で暮らしていくっていう、ややファンタジックだけれども、ファンタジックですけれども、あの別にファンタジーではないっていう暮らしを描いていて、あのとても素敵な作品なんですが、なんか人を選ぶと思うので穏やかといえば穏やかなものなんで、やっぱり子供が主人公とかも結構好き、はい、そうでもない、分からないつでも追い漫画を追ってるところを考えるそうだよね、さまあ別のなんかこうチャンネルって感じしますけど、そうですね、でもある意味その何が好きかって言われた時に、すごい出すの難しくって、だからなんとか先生が大好きっていう人がいるのがちょっと羨ましくなるくらい、どちらかというとあの今国内だと子供が減っていくのにこの先子供の漫画っていうのは出てくるのかなとか、ドラえもんとかのみたいな、そう超ヒットみんなが知ってるっていう認識が成り立つ、のが出てくるのかなとか、そういうところの興味ではちっちゃい子に興味がありますし、ある意味その年の上の方のっていう話もしたので、どんな漫画が出てくるかっていうのにはすごい興味があるのですが、あんまりこうこの先生にっていうのが、この作品っていうのが、少ないといえば少ないのかもしれないです。なるほどね。なので、はい、増やしていけたらなと思ってます。でもよく漫画って素晴らしいと思うので、折々に思う。すべてを素晴らしいよね、とか。いや漫画って素晴らしい。はい、本当に。水野晴郎的な。そう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 。いやでもあの漫画って素晴らしいは名言ですよね。あの何でしたっけ、前のあのカラオケ行こうじゃなくて。はい、カラオケの時ですね。メモね。ファミレス行こうかな。ファミレス、はい、漫画って素晴らしい。あそこまで話でかくなるんだって。メモに殴り書いてた。そうそうそう。あ、これは。なりませんか？あ、いやいや、なりますよ、僕は。僕もちろんなりますよ。まあ、しょっちゅうそう思ってるし。その感情大事よね、と思いますよね。いや、本当に。それこそさ、なんだろう。ちいかわとかは読んでたりするの？ちいかわ読んでますよ。あ、読んでます。あ、そうなんだ。でも、そうですね、キャラクターとして好きっていうよりは、どう思われて書いてるのかなとか、周りの方の受け止め方みたいなのにすごく面白いな、それも含めて面白い、ね、それも含めてちいかわ、よく林さんがおっしゃってますね、リアクションが違うとちいかわ論ね、ちいかわ消費論ってどっかで聞きました言いたくなる作品なんですね、なるほどね、語りがいがあるんですね。でも本当ちいかわ韓国でも人気やし中国でも人気やから、あ、そうだね、キャラクターもすごい普及してる感じするよね、商品としてね、アジア圏強いと思うんだよな。なんか可愛いさも、まあ、可愛いキャラクターがひどい目に遭うっていうのは、なんか、ルックもね、通りそうだし。なんか、あれはね、北米系の人に理解できないんだよね。そうですね。そんなことないでしょ。あんなに可愛いものがいじめられる。確かに、確かに。そうなのかな。どうでしょうね。可愛いそう、可愛いみたいな。
これからはあのサンデー漫画クラブを一視聴者として楽しみ、聞いてくれるんですか。聞きます。島村くんみたいに聞かないみたいなさ。でもほらもうサブメンバーだから、まあね、うん、もう、はい、いつでも招集される。そうそう、ありがとうございます。いや、わかんないけど、はい、ぜひぜひダメ出しもよろしくお願いします。そうだね。嫌だな、ダメ出しは。そういうノリダメだよ。そうそう、良くない、良くない、不穏なコメントがつくようになるかな。はい、まあちょっとね、あのお仕事の方の様子も見ながら、はい、そろそろいかがですかと、はい、例えば夏ぐらいとかに言うかもしれませんので、はい、また機会あったらぜひと思ってます。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございました。はい、ということで美咲さん卒業会のねアフタートークでした。本編の方もぜひお聞きください。